さて、なかなか減らない詐欺の被害、今年に入り大きく増加している手口が SNS 型の投資詐欺。 SNS が広く普及していることに加え、投資への関心の拡大などが一因となっています。著名人や投資家になりすまし、投資金やその利益の出金手数料目的で金銭を騙し取るもので、一度騙されると気づくまで何回もお金を振り込んでしまい、多額の被害になってしまうこともある危険な手口です。幅広い年齢層の方が被害に遭う傾向があります。騙されないためには、会ったことのない相手は信用しない、 SNS 上でトークやグループに招待されても参加しないようにお願いいたします。さて、先ほどもお話がありましたが、現在秋の全国交通安全運動を実施中です。皆さんは自転車安全利用五則ってご存知でしょうか？自転車安全利用五則とは、自転車を安全に乗るための5つのルールです。1つ、車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2つ、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3つ、夜間はライトを点灯。4つ、飲酒運転は禁止。5つ、ヘルメットを着用と、こんな感じなのですが、言葉を聞いただけではあまり頭には入ってこないですよね。そこで今日はこの自転車安全利用五則、歌に乗せてお聞きいただきたいと思います。お送りするのは流山警察署安全運転テーマソングとして音楽隊が作りましたファンバイセコーです。